全国初の提訴暴力団事務所明け渡し訴訟の影響ははい、えー、指定暴力団松葉会が本部事務所を置く東京都は台東区のビルの敷地について地権者の法人が今月8日松葉会側に明け渡しを求める訴訟東京地裁に起こしました原告側代理人の弁護団によりますと都内を拠点とする指定暴力団に対して本部事務所の撤去を求める民事訴訟初めてということなんですがさあこの訴訟菅田さん一体どういうことなんでしょうかお願いします この松葉会というのはですね、うんまあ、あまりね関西の人には馴染みがないと思うんですけれども、はいえー、東京は、まあ、あの東京有数のです、ね、観光地である浅草にですね、うん、本部事務所を構えていましてね、うん、でそこがですねもともとその地主さんはまた別の民間の方なんですよ。うんね、で地権者がですね、えー、このね、えーまあ、松葉会関係の企業と賃貸 えー、借契約を結んだので1995年というとですねまあ言ってみれば、えー、2011年の防犯条例以前、うん、防犯条例というのは、うん、要するに、えー、民間のです、ね、私たちがそういう暴力団に対して利益供与するのを禁じるその各都道府県ごとの条例なんですがこれができたのは2011年なんですね。はい、ですからその条例以前に新体借契約が結ばれたものですから、うん、要するに利益供与しているという 認定がなかなかしにくいという状況にあって。はいうん なおかつですねこの不動産の賃貸借契約っていうのはまあ借り手側に非常に有利な状況になっていてですね貸し手側が「お前出てけってねちょっと気に食わないことがあるとか出てけなんてことはないようにですね借り手側の権利が手厚く保護されているそういう法律なものですからその退去を求めるということはできなかったところがですねここへ来てまあそのボー事務所がですね紛争の紛争 というんです抗争の場合に使われてしまったんですね。うんえー、というのはですね、えー、火炎瓶が流れ込まれるという一件があってああ、えー、そのことであここはその暴力団の本部事務所に使われていたんだということが改めて発覚しそして、うんえー、周辺にですね脅威を与える周辺の住民や往来者に対して脅威を与えるということがで、えー、一つ加わってですねようやく今回の提訴が行われるという,、うん、ということの流れになったんですね。 ただですね、あのとはいっても、ですねこの暴力団事務所という、まあ、本部はですね、はい、別に看板を掲げているわけでも、松葉会という看板を掲げているわけでもなく。なるほど あるいは大門が掲げられてるわけでもなくですね、松原の大門が掲げられてるわけでもなくですね、私に言わせれば、これあの、ロックってご存知ですかね、浅草のロックというところがあってですね、言ってみれば、浅草のの観光地地中心地なんですようん、うん、かつては映画街で知られていたところなんですが、そこから歩いてもものの数分のところにあるんですが、周囲はですね、住宅街なんですね、一歩ちょっと入ったところなもんですから。うんうん <で>僕すか住宅街の方の周りの方はそれは指定暴力団組織を持っている借りている組織だあの建物だってのは分かってらっしゃるおそ、まあ、らく多くの方が認識されてなかったのかなと、うんうん、で実はですね私のの事務所及び自宅といううもも台東区にあるんですよ、うん、もう浅草とは目とた花の先の距離であり、はい、私は子供の頃からまあこの台東区近辺に住んでたものですから、うん、あ,あそこはそうだったのねぐらいの意識がないんですよ。うん なおかつですね、うんえー、ほとんどじ 実体としてては使われていなかったのかえと、ー、東京ではやっぱり老舗の組織ですから、うん、やはり東京を代表するようなその繁華街にですね、うん、本部事務所を構えているということが一種のステータスになっていて、うん、まあそこに本部はあるんだけれども、うん、実態上その、えー、組事務所として機能したかというとそこはちょっとはなだ疑問なんですよね、うんうん、おっしゃるようにその例えばその不動産のね取引に関して言うと、うん、契約に関して言うと、まあ、借り手側に非常にまあ有利な。

ものにななってるとなるとと、うん、しかも例えばその確かに看板を掲げてるわけでもないうんぬんとなってきたときになかなか、えー、こうそこをのいてくれって言っても難しいんじゃないかなと、うん、こう素人ながら思うところあるんですけどそのあたりってはどうなんですかですから本来であるならばねそういう訴訟を提起してもしかも防害条例以前のことですから、うん、契約が結ばれたのは、うんえー、撤去という、ね、退去というわけにはいかなかったんだろうなと、うん、ただ先ほど申し上げたようにですねそこに にですね一つ要素が加わってそれは何かというと、うん、構想事件に使われたと、はい、ということですねそうすると周辺住民にやっぱり危険を及ぼすことになるんではないか、うん、ということが一つ加わったためにこの訴訟を提起してもですね十分勝てると、うん、そう判断したんだろうと思うしやはり、えー、警察の意向というのがかなり強くこれは反映されているなという感じがしますよね。で、ね、でも、まあ、実際にこうどううううしょうそういう 近隣の方にすると、近くにそういったまあ事務所があるとなると、いろいろ不安だという方も多いと思います。うん、あの例えば、ここで一つ出てくる判例みたいなものっていうのが、今後に影響するとあるんでしょうかね、やっぱり。やっぱりあり、あるでしょうね。うん、ええ、まあ、ここへ来てですね。まあ、例えば、えー、まあ、工藤会というね、いろいろ大きな問題を起こした北九州の組織なんかはですね。もう強制的にですね、本部事務所が、ええ、売却されてしまって、今 N. P. O. 法人がね。え、うんうん、それを所有するなんていう形を、持っている、まあ、一旦ですね。 公的機関がワンクッション置いて、そしてその後に NPO 法人に売却されるという形を取ってるんですが、うん、こういったケースが相次いでくるのかなと、ただね私今回思うのは、先ほど申し上げたようにほとんどですね組合事務所としては機能してなかった。うん、で、なおかつですねこの松葉会、そのねトップってものすごくお金持ちなんですよ。富豪、うん、<laughs> なんですよ。<laughs> うん、でご自身の自宅をちょっとね取材に行ったことあるんですけれども。 ね、でそうすると茨城にあるんですけどねベルサイユ宮殿と見舞うような白亜の大豪邸庭にはですね、えー、池があってですね、うん、その中心にはなんかこう、ねえー、鶴高白鳥がで空に向かって口を広げてそこからピューっと噴水が出てるっていうなんかメレンチックなご自宅だったなという感じもする、うん、でなおかつですね地元の銀行で個人預金者としてはナンバーワンなんですよ。 これどうなのとこれ <laughs> というようなでじゃどこかでお金を儲けしているのかっていうとまあいろいろこう調べてみるとですね、うん、まあ言ってるより普通だったらまあこのね、えー、まあ松葉会議というのはもともとバクトのけ系,系統にあるんですよつまり爆知、えー、ですね、うん、要するに、えー、そういった爆知で上がりでね、うん、まあ、えー、成り立っているとされているのでそんなことはもうほとんどやってません、うん、ね実態上はですね肩ギと一緒の仕事、うん、ね、えー、まあいろんなものを輸入して販売したり サービス業を展開したりしているのがえ事業の主体あるいは貸しビルなんかを持ってるという状況もあってですねまあ,あのそういったヤクザ本来の活動というのはまあによって上がってくる収益というのはうん、うん 非常にわずかなものになっていて正業を正しい行ですね正業で成り立っている組織なんですよですから今回の件でいうと要するに本部事務所が撤去されようがされないがそういった正業の方にはほとんど影響ないでしょうしはっきり申し上げてですねやっぱり今回の一件というのは警察がやってますかんと言ったらいいんですか我々もちゃんと仕事やってますよということを示すための一つのケースなのかという感じがしますね。ここで出てきた一つの 判決っていうのは、はい、まあ今後のまあそういった賃貸契約にとっても大きな、ねうん、ものになってくるでしょうし、うん、どうでしょうでも実際に今の時点ではそういった組織はですね、えー、いわゆる不動産とかっての契約はできないんですよね。うん できませんですから、暴力団という身分を隠してやると、ですねこれは詐欺に当たります、これもどんどん摘発されている、そして、じゃあ、堂々とやって、じゃあ貸しますよと、敵の人務さん貸しますよというこになったら、これは防犯条例違反、先ほど申し上げたように、ですね暴力団に利益供与したという形になりますから、とはいっても、その一方で、とはいえ、組事務所あるじゃないかと言われても、ですねそれは事故物件であることが多いんですよ、自分で持っている。 自身で持っているはいはい土地不動産を持っているというケースがありますからそれについてはですねなかなか対処せるっていうのは難しいですね。自分のところになってくるとねねなるほどはいまその意味ではこの東京浅草の案件が今後これどどうなんですかこう判決出るまでってこの手のものってのはどれぐらい時間かかるもんなんですかね。まああのかなりスピーディーにこれ判決が出てくるんだろうと思いますね。ねえ。まあ今度ねあのウェインさんがあの時にいらっしゃった暁にはですねあご案内します。 まだあのちょっとまあ日帰りになるかもしれないのでそこまで行けるかどうかはちょっとわからないんで, <laughs> んいでいそうですね、多分隣都内で終わるんじゃないかなと思います <laughs> 須田さん、今週もどうもありがとうございましたありがとうございました。